恋愛は人生の飛躍なり恋愛ありてのち、人生あり <laughs> 君も試してみる詩人の北村東国だよ 僕のことはみんなから聞いてる恥ずかしいな君たちの希望の灯火を守るために一緒に戦うよこれからよろしくねなあ北村あんた何でそんな格好をしているんだ <laughs> 直球だね でも聞いててくれてありがとう実は特にこれといった意味はないんだけど楽しいからかなほら僕ってこういう顔立ちだし可愛い衣装も似合うじゃない着飾るのが楽しいのかうん楽しいよそれに便利だし人間って外面で判断しちゃうから周りの反応が目に見えて変わるよね なるほどな服装で扱いが違うからって発想はなかったぜ物は経験だ俺も試しにやってみるかなわ、はあ、嬉しい興味を持ってくれたんだねじゃあ僕の道具を貸してあげるきっと綺麗になるよドッポくんに似合う服を選ぶの楽しみだな <laughs> 面白いな今度サプライズでやってみるか ドッくんの常識に縛られないところとても素敵だと思うよ <laughs> ありがとうよ俺は人を外面で決めつけずにちゃんと知りたいってだけさ親友の親友だけになおさらなそう僕も君のこと少しずつでいいから知りたいな「ドーソンの親友のドッポ君まあ仲良くしてくれよな ねえカタイくんもしかして僕のこと避けてるえそんなことねえよ避けてないってそんな理由ねえしそうかなでもこうやって近寄るとあちょちょっとほらやっぱり僕のこと避けてるでしょはっきり理由を言ってよえっと その君はここに来る前から縁のある数少ない友達だから嫌われたくないんだ悪いところがあったら言ってくれないかない,いい匂いがするからえ近づくと女の子みたいないい匂いがするしそのひらっとした服のせいかお前が男だって分かってるのについドキドキしちゃうんだよさすがに気まずくてさ 慣れれるまで離てておこうと思ってドキドキしちゃうから僕のこと避けてたの嫌ってたわけじゃない当たり前だろカタイくんかわいいどうやったらドキドキするかもっと詳しく教えてややめろってああもう近い近すぎるよ 北村、服の裾が破れてるよえっホだスカートに大きな裂け目ができてるどこかで引っ掛けちゃったのかなこれはちょっと目立つね僕の羽織を貸してあげるよいいのそのままじゃ歩けないだろうほら早くありがとう 助かったよ戻って着替えたら羽織を返しに行くねうんそのスカートも一緒に持ってきなよついでに作ろってあげるからえ修正がまあ、ちょっとだけ心得があるから修正すごいんだね別にほんの人並みだよ なぜか話が広まっていていろんなところから頼まれるからこなしてる数が人より少し多いくらい謙遜しなくてもいいよ人からお願いされるくらい上手なんだから頼まれて断らずにやってあげるのも終生の美点だよねああそそうやって人のいいところを認められるのは 君の美点かもねねえ修正僕にもお裁縫教えてくれないかな上手に縫えるようになったらトーソンとお揃いの飾りを作りたいんだああそうまあそういうことならいいよ教えてあげる後で部屋に来なよありがとう頼りにしてるよ 修正、はあ東国、どうしたの何かあったあ、う、ううん、何でもないんだそう今日、なんだか上の空のように見えるけどえ、そ、そうかな うん、さっきも何もないところでつまずいてたし君らしくないと思ってみ見てたのやだなもう闘村にだけは見られたくなかったつまずいたところだけじゃなくて戦闘中も見てたよ狙いをつける瞬間当国の集中力がさえわたるところぼーっとしてても そこはいつも通りなんだなって安心した父さんいつもそんなに僕のこと見てるのもちろんだよいつも見てるよ <laughs> 君は来たばかりだから困っていれば手を貸そうと思ってどうしたの東国顔が赤いよ何 <laughs> でもない ぼーっとしてたのは詩を作ってたんだ。もうすぐ完成しそうだったから夢中になっちゃって。ああ、そうだったんだ。完成したら僕にも見せてね。う、うん。僕もう行くね。 僕が誰のことを思って詩を作っているか君は知らないんだろうな。